くん、都市伝説女子カレンです。今日は太郎くんのお話をします。太郎くんはトイレの花子さんの男の子バージョンで、学校の男子トイレに現れるそうです。またトイレの花子さんとも仲がいいそうで、噂によると花子さんの彼氏なんだとか。ある小学校では2階の男子トイレの3番目の個室のドアを3回叩くと、青い帽子をかぶった少年太郎くんが現れるそうで、太郎くんを見て捕まってしまうとどこかへ連れ去られてしまい、逆に太郎くんを追いかけると助かるらしいです。あとドアを30回ノックして、便器の周りを30回回ってから太郎くんの名前を呼ぶと、太郎くんがいろいろな質問に答えてくれるそうですよ。噂のマキオ、都市伝説女子カレンです。今日は噂のマキオのお話をします。夜中の公園で遊んでいると、マキオという少年が近づいてきて、一緒に遊ぼうと誘ってきます。一緒に遊ぶとどこかに連れ去られ、二度と帰ってくることはありません。一緒にブランコに乗ろうと誘ってくることもあります。やはり誘いに乗ると消されてしまうのです。もともとは女子高生がマキオという架空の少年の噂を作り、インターネットで広げたのですが、その噂が学校で話題になりました。彼女が公園に行くと、そこにはマキオが立っていました。彼女は二度と帰ってくることはありませんでした。ピエロ、都市伝説女子カレンです。今日はピエロのお話をします。ある小学校に恐ろしいピエロが現れるそうです。図書館の鏡を3分間見つめていると、鏡からピエロが飛び出してきて、鏡の中に引きずり込まれてしまうそうです。深夜に男子トイレに現れるピエロは、赤い髪と青い髪、どっちが欲しいと聞かれ、赤と答えると刃物でめった刺しにされ、青と答えると血を抜かれて殺されてしまうそうです。他にも深夜3時にトイレに入ると、ピエロに私の杖を折れと言われ、杖が折れればトイレから出られるけれど、折れないと異世界に引きずり込まれてしまうそうです。赤い服の警備員、都市伝説女子カレンです。今日は赤い服の警備員についてお話しします。夜になるとある学校に現れる、その学校にはいないはずの赤い服を着た警備員姿の妖怪です。この妖怪を見た人間は7日以内に死んでしまうと言われています。その学校はもともと墓地だったところに建てられたそうですが、この警備員との関係は不明です。ですがもしあなたの学校がもともと墓地だったところに建てられていたなら、この妖怪が見回りをしているかもしれません。決して出会ってはいけません。顔がいっぱいある男、都市伝説女子カレンです。今日は顔がいっぱいある男についてお話しします。街中に突然現れる怪人の都市伝説です。その男は空間の切れ目から前触れもなく出てくるといいます。黒いコートを着ており、顔が5、6個あり、縦に並んでいます。顔は普通の人間とは少し違い、目や口が大きいなど不思議な顔をしています。いきなり道に現れたかと思うと、数歩歩くと再び空間の切れ目に消えてしまうそうです。目撃者によると、雨上がりの曇った真昼に現れたようです。男が消えた先の異世界には、顔がいっぱいある者たちの住む世界が広がっているのでしょうか。じゃんけんおじさん、都市伝説女子カレンです。今日はじゃんけんおじさんのお話をします。学校の校門を出てすぐのところにある桜並木が満開になる頃、桜の木の下に立っていると、どこからか赤い鉢巻きを巻きつけたおじさんが現れて、よう坊や、じゃんけんしようぜと言いながら近づいてきます。勝てば大きなキャンディーをもらえますが、負けるとどこかに連れて行かれてしまいます。ただしこの怪人は最初はグーしか出さないので、1回目は簡単に勝てるようです。でも2回目からは何を出すかわからないので、じゃんけんはしないようにしましょう。ムネチカくん、都市伝説女子カレンです。今日はムネチカくんのお話をします。ムネチカくんは学校の男子トイレに現れる妖怪です。個室から手を出して弱々しい声で、薬局でドリンク剤を買ってきてと頼んできます。薬局から買ってきたドリンク剤を手渡すと、ムネチカくんはそれを受け取って飲みます。するとさっきの弱々しい声とは裏腹に、元気いっぱいの声で奇声を発しながら暴れるのです。また頼まれたものと違うドリンク剤を買ってくると怒り狂ってしまうそうです。真っ黒な目の少年、
都市伝説女子カレンです。今日はアメリカで目撃されているブラックアイドキッズと呼ばれている奇妙な子供たちの都市伝説をお話しします。目撃者によると玄関をノックする音が聞こえて覗き穴から見てみると玄関の前に子供たちが立っていたようです。彼らは家に入れてくれと言ってきましたが、断るとドアをさらに強く叩き始めたらしいです。彼らの顔をよく見ると白目がなく真っ黒な目をしていました。似たような話はアメリカでたくさん報告されていて、攻撃してくることはないけれども不気味な見た目から目撃者を恐れさせています。人体模型の怪、都市伝説女子カレンです。今日は人体模型の怪についてお話しします。どこの学校の理科室にも置いてある人体模型ですが、この模型は夜になると一人でに動き出します。中には危険なやつも多く、子供を人体模型にしてしまうそうです。夜にノリノリで踊っているところを見た子供を吸い込んでしまう。背比べをしようと言って断った子供の首を切る。逆に背比べをした子供の背を 10% 縮ませてしまうなどの話があります。実はその正体は人体模型にされてしまった人間で、そのことを恨んでいるそうです。ガンジューピエロ、都市伝説女子カレンです。今日はガンジューピエロのお話をします。機関銃ピエロは1990年代にアメリカで目撃された道化師の姿をした怪人です。手にはまたと機関銃を持っており、気に入った子供をさらっていきます。さらわれた子供はどうなるのか不明です。機関銃ピエロも複数いるという話もあります。1970年代に実際に道化師の姿をした殺人鬼が子供を誘拐して殺害した事件が起こりました。ここからこの都市伝説が生まれたのではと言われています。